Yeah.
ませんと勝手に謝られました。まあ、お二人はね、やっぱり、うちの、姉、あというか僕のところ、うちは兄弟、6人兄弟ですね、3番目なんですよ。上2人が姉で、下3人が妹というですね、そういうことなんで、で、あれたちが、どっちなのかな、3つと4つ違うんで、タイガースをね、グループさんで聞いておりました。で、ちょっとそこ の赤い、ボックスの上にあるその黄色いポスターがですね、ザ・タイガースの、ポスターでございます。大丈夫ですね、はい、真ん中にはジュリーですね。いやね、鏡じゃないから、ね、鏡よ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 結構いろんな歌を聴いてるんですよね。で、その頃なかなかですね、やっぱり、レコードをね、毎回毎回買うというのも大変だし、もちろんそんなこともできなかったので、うちの袋はいつもずっと家にいた専業主婦だったので、いつもラジオばっかり聞いてた。ああ、気にしなくていいですよ、そんな、はい、100曲あるから、それ以上聞かなくても大丈夫なので、おとりあえず1時間経ちましたね、ありがとうございます。それで、ですね、もう、なんかフォークとかなんかを、あれは必ずカセットテープに入れてくれたんですね。で、それを帰ってきたら、そのテープを聞きながら、覚えるって言って、ノートに歌詞を書いて覚えてたんで、あの頃はですね、大体1番から3番までほとんど覚えてたんですけど、まあさすがに今はだいぶ忘れてきましたけど、じゃあまあそのフォークの話をしながら、まだフォークじゃないみたいなことになりましょうかね。あ、それとは手拍子とかそういうのは共有をしませんので、もう静かに疲れない程度ですね、はい、ゆるくで、知ってる歌を歌ってもらえば別に歌ってもらっても大丈夫です。ちょっと知らないかな。これは知ってるじゃないですかね。ララウェイ、
出だしが間違わなくてよかったですね、感想なしでバックに出だしていきなしこけることがありますけど、ああ、じゃあ、だんだんこれが潰れたりいけないんで、ちょっと今のところちょっと高いだったってましょうね。トイレはですね、出てから右ですね、はい、にあります、はい、一応、男性用と女性用と分かれてるんで大丈夫、はい、で、僕が歌ってる間、遠慮せずに、はい、お代わりしてくださいませ、はい、じゃあ、ですね、さだまさしとか、グレープでも歌ってみましょうかね。おっ、そうなんですよ。知らない歌かもしれないけど。とりあえずね、大体、普通は原曲聴いて歌えるんですけど、これ歌えるのかな。推進ですね。なでしこの花が咲きました、選んだな、不良の花は枯れたけど、あなたがとても無口になった秋に、怖くて私聞けませんでした、あなたの指の白い包帯、上手に巻いてくれたのは誰でしょう、
これはまあ女性の歌なんで、まあちょっとキーを変えてるんでいけるかな。うん、もうちょっとこそ。横でわーわー歌ってありますんですけど、まずやらないんだ。
という歌を今日、せっかく、1周年ということでやってみましょうかね。知ってらっしゃると思うんで、よかったら口ずさんでもらって結構です。これでいいかな、半音差で。普通はね、原曲キーにこだわるんですけど、今日はちょっとね、こだわりを捨てて5時間にこだわりたいと思います。ちょっと出だしが分かんないな。故郷が見える。
でこぼこ道や曲がりく